とりあえずなんか来てますね。上沼恵美子さんは僕は実は昔男性タレントをアテンドしたことがあります。はい。まあそれもまた興味があったらします。はい。もう結構前ですけど、10年ぐらい前です。大阪で。上沼さんイケメン好きなんで。はい。それでやりました。まあどうでもいいですね。